はい、どうも皆さんこんばんは、斉定マンです。今日も虚栄都市やっていきたいと思います。前回のパートでここに逃げ込んできたというところからですね、ウルトラマンが暴れ出しまして、パート1からね、何を言ってんだと思われるかなと思うんですけど、ウルトラマンが暴れ出しまして、街でね、で逃げ込んできたということです。でなぜかこの人がセーブポイントになってましたね。とりあえず話を聞いていくか。大丈夫か。あれは何なの。確かにな、率直な疑問というか、っていうかエレベーターが使えなかったんだよな。下の階には降りられない。とにかく奥へ進んでみようってことなんで、どんどん行くか。このドアタックすれば破壊できるような気がする。ダッシュで破壊可能物に激突すると破壊できます。なるほどな。やってみるか。俺のパワー見せつけるか。おら、どうすれば。誰か手を貸してくれ。一回だ。おら、お、トロフィー、初めてのタックル。いや、タックルしたことあるだろう、今まで人生で。まあ、俺は初めてってことですね。で、この男、イケメンなんだよな、相当。あっ、うわー、ああいうことです。皆さん、ああいう時は四角ボタンです。死ぬから。四角ボタン、つまり、こういう四つん這いになって移動とか、そういうことができるんだよな。こういうことです。いや、やられたな。なんか、ビームみたいな、ずっと出てるんだが、大丈夫か、これ。そっちの人、大丈夫か。うわなんだ、あの巨大な腕は。やだ、死にたくない。木下くん、助けてくれ。ちょ、いつも偉そうなこと言ってるくせに、情けない人ね。まあ、いざという時はこういうもんです。偉そうな上司もね。お、なんだ。勇者の、じゃ違うな。ゲームが違う。なんか俺を狙ってるっぽかったんだよな、あの怪獣。腕がひるんだような気がするが。あなた、何者なの。俺は一体誰なんだ。光は。なんだこの光は。僕の力と戸惑う。なんだこの光は。どうなってるんだと慌てふためく。感じる。僕の体の中に新しい力が目覚めるのを、と心を燃やす。うおー、みなげるぜ、僕のパワー、と高揚する。いや、慌てふためくけど、なんかこれ中二的なんだよな、この辺。なんかすごい中二的なんで、なんだこの光は。僕の力と戸惑います。まあそりゃそうでしょう。なんだこの光は。僕の力、そこまで対応できませんよ俺は。最低マンが紫色の開口レベル3になった。やっぱりあなたの力なの。レベル3になったってことか。すごい力だ。選択肢によって頼もしいの。口先ばかりで選ぶってるだけの課長とは大違いだよ。おい、クビになるぞ。そんな風に思ってたのか。今のうちに逃げるぞ。クビになるぞあの後これ、まあ、そういう次元じゃないか。もうとりあえず逃げろみんな。お、ここ奥行けるとか無理か。壊れかけてるから無理か。とりあえずこの部屋から出よう。なんか力を抑えたような感じになったんだよな。どうすれば。でかいな。こりゃすげえ。大丈夫かみんな。立ち尽くす。あれは何なのと。ヒーって言ってるこの人、大丈夫かな。何でも買い取るよ。急にどうしたんだよ。今は野菜の値段が上がってるから高く買うよ。何も持ってないですからね俺。売りたいものがあったら。あ、こいつは多分なんか道具屋とかそういう感じのやつですね。こっから見ると一段とすげえ。あ、こいつか。ライター大塚。こっから見ると一段とすげえ。何なんでしょうか。あの奥か。つまり女性との待ち合わせ。もうそんな場合じゃないんだよな。とりあえずこいつらが
出てこないんだが。すごい力だ。その力はこっからでも飛び上げられるかもしれない。いや、いくらなんでもそれは無理か。皆さんわかりますね。これは飛び降りようというフラグです。よし、今のは踏ん張りが成功しました。死んだかと思ったな今。四角ボタン、とっさの四角ボタンが大事になってくるわけですが、なんか叩き落とされたな、ビルから。脱出できたっていう、ポジティブに考えると脱出できたってことです。とりあえずコイン回収して、でだ、すぐ死ぬからなこのゲーム。あとこれセーブポイントに触れることによって体力が回復します。でビルの看板がなんでセーブポイントになっているのか全くわからないんですが、まあとりあえずありがたく回復しておきましょう。でだ、どうするか。あの赤くなっているところに行くのか。あ、女性との待ち合わせ場所にちょっと行きたいと思います。え、何、巨大な鍵をもっと見たい、しかし画面に入りきらない。そんな時は巨大な鍵を捉える虚影カメラを使ってみましょう。 R2 で虚影カメラと通常カメラを切り替えることができます。なるほど。やばい、やばいやばいやばい、虚影カメラとかどうでもいいから。死ぬ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 、マジやばいマジやばい。四角、四角もちゃんと、俺どこにいる。いた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 、危ない、四角四角四角、よし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 、怖っ、何このゲーム、怖っ。ちょっと、とりあえずダメだ、死ぬ。ああ、ちょっと待って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 、待て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 、よし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 、いた、女の子いた、手振ってる手振ってる。はい、僕が選んだ女の子です。これがポニーテールがすごく可愛い。はい、虚影都市始まるってことで第一章が終わったんでしょうか。あのウルトラマンとか、まあ、あるいはエヴァンゲリオンとかね、あの正義のために戦ってるみたいなんですけど、まあ村人からしたらね、ああいう感覚だということでしょう。ニュースを見てみよう。は、巨大聖人現る。ウルトラマンを知らないのかこいつは。なるほど、いろいろあるわけか。なんか一章ごとを終えることにより、なんかいろいろこの見出しが追加されていくっていうことなんでしょうね。なるほどなるほど。コンビニで唐揚げの、ははは、はなるほど。まあこれでいろいろ見ていけ的なことでしょうね。まあいいか、次行くか。次のステージに進む。はい、まあまだ取れそうなんでね、やっていきたいと思います。いや怖いなこのゲームマジで。そして女の子と再会することができましたね。最初の選択肢で、あの女の子のルックスが、あるいは性格とかが変わるんだと思うんですけど、前回のパートで僕はあんまり知らない子を選んだんですよ。なんか恋愛要素を楽しみたいとか言ってね、今日の朝の俺ですよ。もっと親しげにしときゃよかったなって思ってます。選べたんですけど、友人、彼女、まあそんなに親しくない、僕たちは、あともう一個知らない、巨大宇宙人から逃れるように近い、これは知らないを選んでしまいましたんで、とにかく仲良くならないといけない俺はこの子と。まあそういう恋愛要素的なものもあるゲームですね。すごいことになってるみたいだ。ん？おお、これだろ、これ本当の画像かな。ウルトラマンのものか。すげえでかいけど、わかんないけど、本当にこんなのが街に出てきたなら見てみたいよな。死ぬぞお前ら、見てみたいな。そんな考えでは確かに自分の目で見なければ信じられないだろうな。僕も彼女も見た、あの巨大な影。うん、彼女のことはよく知らない。
お、かわいいな。名前は確か河野。俺はよく知らないを選んでしまったから。何を考えていたの？俺よく知らないを選んでしまったからあんまり仲良くない。彼女だを選んでいていたらもういきなり彼女から始まる展開になっていたんだよな。ちょっとミスをしたかなって今思ってます。君のことを考えていたんだ。君の名前を思い出していたんだ。さっき外で見た巨大な影のことを考えていたんだ。今からどこへ行こうかと考えていたんだ。この先どんな展開が用意してあるのか気にしていたんだ。これゲーム側に対して言ってますよね、これね。まあ、君のことを考えていたんだにしよう。とにかく君のことを考えて仲良くならないといけない。何よそれ。こんなやりとりの中、彼女を見て僕は頑張れよ俺。微笑ましい気持ちになった。勇気づけられた。愛おしいと思った。できれば触りたいと思った。とても腹立たしいと思った。なんでだよ。とても警戒した。なんでだよ。これなんでだ。できれば触りたいと思った。今の俺自身がこの主人公になっていると仮定してやっていくならば、これはまずありえない。無理だ俺には。愛おしいとは思うかもしれないけど、そこまでの感情がまだないような気がする。微笑ましい気持ちになった。微笑ましい気持ちになった。ここは慎重に行こうな。みんなすぐにこうボディタッチして嫌われるみたいなのが一番良くないですからね。今のこれ渡しておくね。なんだこれ、なんだこれは。ユキのブレステレットを手に入れた。スッキリ自体急ブレーキをかけます。手を下げてください。急ブレーキをかけます。河野ユキちゃんね。名前が変わるのかな。なんていうのか、選ぶキャラクターによって。大丈夫？よし、電車の前の方から声がするわ。よしよしよし、行ってみましょう。行ってみましょう。俺がなぜよしと言った、なになに、俺がなぜよしと言ったかというと、まあ、とりあえず俺の好きななんかファッションをしていたんです、この女の子が。だからよしと言ったんです。よし行ってみよう。なんかこの倒れてる人を踏んでいくのがすごく忍びないが、これダメだろ。これ踏んじゃダメだ。なんでゲームは障害物扱いにしてくれなかったのかわからないが、まあ、踏んでいきます。大丈夫かゆきちゃん、足元。こっちか。これ操作がちょっとまだ不慣れなんだよな。なんかよくわからない、途中で止まってしまったってことですね。原因はわからないのですが、電源が停止しているようです。管制室とも連絡が取れなくなっていて。ひどい怪我の人もいるみたいだぞ。一体どうして急停車なんてしたんだ。すみません。なんかいるってことですね。これ線路上に何か動くものが見えたんです。ほんの一瞬だったんですが。なるほど、人身事故を警戒したと。動くもの、人とか動物。この暗いところに動くもの。こんなところに。なんだ、暗いところに動くもの。どれぐらいの大きさだったかにもよりますが。とにかく怪我をしている方もおられますから、次の駅に助けを呼びに行きましょう。足元が暗いですから走らないようにしてください。了解した。足元が暗いから走らないようにしてくれと。了解した。いやーでもね、なんか面白い展開にはなってきたよな。よし、今の音。あ、走れないのか。なんだ、走ってやろうかなと思ったんですけど、走れない。どっちみち、ちょっと行ってくれ。みんな行ってくれ。よしよしよし、今行ってくれ。ちょっとゆっくりすぎるで。すぐ見えない。え、何、なんか今音がした。何かいるんじゃない。運転手の説明不足だわ。いや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 、いやあんまり言ってやるなや、鉄道会社に。頑張ってんだよこいつだって。駅のホームじゃない。本当だ、駅に着いたんだ。やっと地上に上がれる。よし、とりあえずなんかよくわからない街に着いたみたいです。で、俺の予想なんですけど、この駅員多分死ぬな。
僕の予想ですけど、この駅員今多分襲われて死ぬと思う。なんだ、なんかいるのか。うわうわ、行くじゃん。やっぱ死んだな。もしもし、もしもし。いや、俺のゲーム感です今のは。多分死ぬだろうなっていう。大丈夫かゆきちゃん。ここにいると危険ですね。そうですね。そうか、向こうから来てるか。行こう。暗闇の中とにかく駅へ向かう。あ、駅のホームなんでこっちですね。行こう。このなんか手つないでんのがいいですね。もうすでに仲良くなっている。さすがこのイケメン。さすがイケメン。これあれだから、ブサメンとかだったら無理なやつです。この手つなぐやつは。微妙に手つないでるとこが違うのは気にせずに行きましょうか。こっちじゃないのかな？こっちじゃないか。行こう。大丈夫か？この子。大丈夫かこの子は。よし、行こう。とりあえずこいつら大丈夫なのか。結構簡単に人死ぬんだよなこのゲーム。なんかさっきから俺も危ないですよね。お、こっちか。あ、ねえ、あそこ懐中電灯が、懐中電灯ありましたね。まあ、とりあえずここでコインを回収して。わわわわわ、ごめん、ちょっと待って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 、やばいやばいやばい。とりあえず懐中電灯を手に入れて、懐中電灯を装備したオプションボタンを押し、アイテム画面から装備したアイテムを外すことができます。よし、これでいこう。とにかく向こうは無理だったな。あ、ちょっと待て。懐中電灯のせいで手つなげなくなってる。よし、手つないだ。こっちでいいのかな。あと、懐中電灯のなんか、電池が切れるとか、そういうことにもならないよね。あ、いる。やばい。いるな。こっちじゃダメだ。こっちはダメです。反対側に行きたいと思います。これ、女の子の服、あるじゃないですか。女の子によって、この、なんかファッションとかも変わるのかな？だとしたら、俺は結構、正解な子を選んだんじゃないかこれ。あと俺の服がボロボロなのが非常に気になるところではあるが、でまあ一旦じゃあこの辺でセーブしておきます。はい、ということで、また次回、この続きからですね、非常に光栄としてね、毎回毎回急展開見せてくれるので非常に面白いんですけど、また次回もすぐに投稿していこうかなと思います。ということで、また次回お会いしましょう。サイテンマンでした。ありがとうございました。